まずは折り紙を三角に半分に折りますこれを縦にしてさらに半分に折ります開いて右の角をてっぺんに向けて折ります 裏返して、反対側も同じように折ります。これを上から開いて、このように三角形に折り替えます。下側のこの部分をてっぺんから、 2センチくらい下のところに合わせて、このように折ります。これを開いて、この部分に指を差し込んで、上からまっすぐに潰します。反対側も同じように折ります。 これを裏返して、この部分を少しめくって、この角をこの紙の切れ目に合わせて、このように折り返します。反対側もこの部分をめくって、角を 反対側の髪の切れ目に合わせて折りますこれを裏返してこの部分の先を上に向けて折ります反対側も同じように折ります これを開いてこの部分を今ついた折り筋に合わせて折ります反対側もこの部分に合わせて折ります 開いてハサミを使って今ついたこの折り筋を上から1センチくらい残した位置で切ります反対側も1センチくらい残して切り込みを入れます 次にこの下の真ん中から耳の端までをこのように折ります折ったらこの角をさらに外側に小さく折り返しますそして切り込みの細い部分は真横に 折ります反対側も耳の付け根から下の真ん中まで折ってこの部分の角は小さく外側に折り返して長い部分は真横に折ります次に この先の部分を先っぽから付け根まで細く折ります。反対側も耳の付け根から先っぽまで折ります。てっぺんの角は髪の切れ目まで折り返します。 表にしてこれで折り紙の部分は完成ですこれに顔を描いていきます顔の中心線を意識してその少し外側に鼻の筋を引きます その鼻筋から外側に目の上の線を引いていきます。左右のバランスに注意して、その目の上の線の、 下に小さく線を引いて目を描きます鼻先に鼻の穴を描きます。 これに色を塗っていきます。白いマーカーで目の中を塗ります。ボールペンで顔の筋をなぞります。鼻も描いて、細いペンで目の上の線を直します。黒目を描いて、 これで、フーディンの完成です。